どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、今回はですね、改訂版です。以前やった曲をさらに分かりやすく、さらに面白くアレンジし直しました。星野源さんの3、あのファンキーナンバーをこのちっちゃいウクレレでガズレレ流にさらに面白くやってみようと思います。それでもね、いつものように2バージョンやりますよ。最初はなるべく簡単にした初心者さん向け簡単バージョン、後半はかなり濃厚なリズム、コードも動きも速いです。これはでもね、脳トレ的要素がすごく強いんでハマると思います。ぜひ皆さん最後までご覧になって楽しんでやってみてください。さあ、憧れの曲、大好きな曲、いつかはの心を込めても自分のものにしたい曲をですね、カラオケで歌ったり CD 聴いたりするのもいいんですけれども、楽器を弾きながら、歌う、弾き語り、これ最高に楽しいんですよ。ピアノとかギターの弾き語りを思い浮かべるかもしれないんですけど、まあ、ウクレレでもできるんですよ。このウクレレがすごくいいんですよ。簡単です。あと、ちっちゃいでしょ。どこでもリュックに入れて持ち運べて、今なんか花見にもね、パッと持っていけって気軽なんですね。ぜひ始めてください。で、簡単だけど奥も深いよ。だからずっと続けられる本当パートナーになりますんで、ぜひおすすめします。しかも、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、あれ、私どんどん弾けちゃうじゃん。なりますから。はい。もうちょっとしたらここにリンクがあります。このリンク先の初心者リストのここというところに行っていただいて、順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐに弾けるようになります。はい。本当ですから。やってみてください。優しく私がレクチャーしますからね。じゃあリンクあります。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこの下の方にはですね、ありとあらゆる、ジャンルボックスがあるんですよ。J-POP だとか、昭和歌謡曲とか、洋楽とハワイアンとか、そこにね、もう700曲ぐらいの簡単ウクレレレッスン動画すでに私アップロードしてますんで、そこの中からいろいろ検索したり、ジャンルボックス見たりして、探してみてください。さあ、そんなことで、じゃあ、改訂版3、星野源さん。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。シンプル簡単バージョンやってみました。ガズレレ流ショートカットバージョンで1番をやったところで、まあ一応これ終わってるんですけど、今のシンプル簡単バージョンはまあ、簡単にしましたけど、後半やるかっこいいバージョンではこのパートだけでも、ものすごいリズムが濃厚になるんで、まずここだけすごい、集中してやってみましょうということで、この動画アップロードしております。で、動画のテロップと一緒にこう弾いていただくのもいいと思うんですけれども、いずれはノートに書いて、それを見ながら歌う。これ大事ですから、大事ですからね。じゃあ、それその時の参考になるように、これ見ていきましょう。今やったのは上の段ですね、イントロ。デレデレデレって、これかっこいいバージョンで下のやつをやって、弾きますからね、これ。難しいですよ。はい。後半はね、今のは上の段でゆっくりバージョンでやりました。まあ、こんな感じでちょっとメモっておいてください。で、ほら、ここの下に囲ってあるやつは後半やるかっこいいバージョンなんで、この辺ちょっとコードがワンワン増えてきますから。はい。いずれ、これもメモっておいてください。じゃあ、一時停止で。かな。ここにダダダダダとか書いてある。まあ、これはまあ読んで字のごとく決めですね。はい。はい。じゃあ、こんな感じ。はい、じゃあ次のところ。
もうここでサビになっちゃいますね。かな？はい。で、ここで、あーって感じになるところです。まあちょっと分かりづらいところだったら動画のテロップと一緒に答え合わせしながらやるといいと思います。で、これまたイントロのところに戻るってエンディングをやったということになります。で、コードなんですけど、まあまあそこそこ多いですね。行っていきましょう。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、Aシャープ が出てくるね、これ。これ一回だけ、イントロで出てくるだけなんですけど、やっぱちょっと避けられないかなって感じで、はい。で、今やったのはこの、1、2、3、4、5、6、7、8、9個かな。これは後半のかっこいいバージョンで一瞬出てくるやつなんで、今やったのはこれでできましたと。じゃあね、まず、A シャープは、と、Gm7 を後で解説します。ここに出てきてる8個は、はい、ガズレレではいつもおなじみでございます。これ。ガズレレヒスコード。ヒスですか？ヒス。ヒスってことは必ず覚えちゃってくださいよってことなんですけど、ウクレレで音楽をスタートしようと思う皆さんはですね、この8個のコードのグループを覚えるのがいいと思います。ガズレレヒスコードっていうのは、入門者が最初に覚える、必須で覚える8個のコードの仲間です。はい。それを覚えるだけで、このガズレレ流、今ご覧になっているガズレレチャンネルでは、8割9割の曲がコントロールできるっていう、まずそこは足がかりに音楽をこう知っていこうということですからね。コード、星の数ほど本当に山ほどあるんですけど、全部覚えようと思うともうそもそもしんどいし、もう覚えきることは不可能ですから。まずね、その8個のコードを軸にいろいろ考えていくといいと思います。以前、この8個のコードをめちゃくちゃにわかりやすく解説している。もう、私が解説してるんですよ。動画ここに貼っておきます。その動画で、この8個のコード覚えてください。ガズレレヒスコードお願いします。じゃあ、今日そこに出てこないコードを解説しましょう。まずじゃあ、これも避けられないんだけど、A シャープです。まず A シャープから。A シャープを押さえる場所は、こことここ。なんと、この2つをこうやって同時に押さえる。こういう感じ。ちょいちょいと立てて、こんな響き。はい。A シャープですね。で、ここなんですけど、こうやって押さえるのもいいし、こうやって全部バレーっていうか、押さえちゃってちょいちょいでもいいですね。それをやるときは、ここまっすぐにして、とにかくこう2つに押さえると、ここビチャってこう2個同時に押さえるわけですから、すごく粘着力がいるっていうか、で、親指で押さえてギュッと挟み込んで、ちょうどテコの原理も使って、押さえちゃう。で、ちょいちょいと立てるっていうのが、A シャープのポイントで、ちょっとね、初心者の方、これこういう風になっちゃうと思う。こういう風にね、押さえ切る力がちょっと足りないんで、なるべくこうグッとやって、うん、あと指の角度をこういう風に変えてみるとか、こういうだけじゃなくて、こういう風に角度つけてみるとか、いろいろちょっと挑戦してみてください。ここまっすぐになってないと押さえられないですからね。まあ、こっちやるときはここがぐにゅって曲がってないと。はい。A シャープでした。じゃあ次。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説ですね。今やったシンプル簡単バージョンは、もう超簡単アレンジで4つでやったと。ただし、歌は簡単にできないから、歌はね、あの雰囲気を出してくださいよ。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説いきます。かっこいいバージョンはですね、Gm7 ってコードが出てくるんですけど、ここの、A メロの中のここの1箇所、まあ、2箇所かな、こことここで出てくるんですよ。なんで、ま、ここはちょっと押さえておきましょう。Gm7 は、これにそっくりなの。面白いでしょ、これ。1個違うだけだよ。ほぼ一緒。見ててください。こことこことここなんですよ。Gm7 というのは。こことここと、こうです。さっきは A シャープはこれがついただけ。それだけのことです。なんで、まあ考えようによっちゃ、まあ A シャープで、まあ親戚みたいな感じで覚えておくといいと思います。これが一瞬出てきます。はい。で、さっきも見てもらって分かったと思うんですけど、こうワンブロックにコードが4つ入るというところが結構多いんです。例えばここちょっとやってみましょうか。ここ。A メロから。で、ベイベー。れそうな夜が明け、こんな感じ。ベイベー終われそうな夜が明けてとなっていきます。こういうのを色つけてちょっとワンブロック分かりやすくしておくんで、これかっこよく弾きましょう。で、そういうところもありつつ、まずはねリズムですね。これはね迷うところで、星野源さんの3の原曲はですね、これ例えば A メロはね、タッタッ終われそう、これがベースがうねるような感じで、結構ファンキーなんですけど、淡々とカッティングでいってんですよ。タッ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 っていう感じで、後ろでベースがうねるっていう感じで、それでファンキーさを出していて、ちょっとウクレレ1本で表現するとき迷うところなんですけど、今回は16ビートのチャのシンプルなやつでいこうと思います。こんな感じ。ベイベー、終わりそうな夜が明けて。こんなの、ジャンジャカジャカジャカ。これでいこうと思います。C でちょっと練習すると、ジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャンジャカ。これがメインリズムです。はい。16ビートのチャのシンプルなやつ。はい。これを軸にやってみようと思います。
います。じゃあ、16ビートルちゃんと基本的な弾き方、ここのリンクでちょっと勉強してほしいんですけど、このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページがあります。その中から16ビートルのチャという動画を見つけ出していただいて、そこで動画で練習してください。なんですけど、これは結構シンプルな方なんで、逆に、先入観なしで、じゃんじゃかちゃかちゃかじゃんじゃかちゃ、口で言いながら、ちゃかちゃかちゃかじゃんじゃかちゃかちゃ、まあわかんないときは、ちゃの映像とか、さっきの動画を見て、いろいろこう、考えながら、マスターしていってもらうといいと思います。じゃんじゃかちゃかちゃかじゃんじゃかちゃかちゃかじゃんじゃか、こんなテンションです。はい。でですね、今回ですね、まあ見てください。このリフっていう言葉を使います。リフっていうのはメロディーのようなコードのような混ざってるようなっていう感じのイメージでいいと思うんですけど、まずですね、イントロちょっと聞いといてください。これ、難しいです。やってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。これやりたいんですね。ダダダダダダ。これをリフ、こういう感じで言います。まずですね、それをね、まあ、絵に描いてみました。これがまずリフ、で、ここ見てもらうと、ほら、イントロ、リフ1って書いてあります。リフ丸1。それをここに図解しましたと。ね、ここ見てください。丸は F だよ。黒丸は、黒丸は Em7。四角は Dm です。そうすると、ダダダダダダで Dm 書いてる。四角で、D、じゃあ、黒丸で Em7 だから、ダダダダダダツ、ダーンツ、ダーン。下のこう、四角いボックスは音が伸びるってやつです。ダーンダーン。ダダダダダダッタン、タン。ダダダダダダッタン、タン。食ってんですよ、このこれが。この Em7、ちょっと前に食ってシンコペーションしてる。ダダダダダダッタン、タン。はい。ちょっとゆっくりやるんで合わせてくださいね。ダダダダダダッタン、タン。手の動きはこうずっと動いている。これを見てください。ダダダダダダッタンタン。ダダダダダダッタンタン。難しい。チャを入れると。この A シャープのところも、ダダツタ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 、これも結構難しい。ダダツタ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 、これもやって、カッティングも入ってきます。イントロまとめていきます。です。キレッキレでしょ。カッティングもしっかり止めるとさらにファンキーになります。キレが。で、これはね、このスピードでやるの難しいから、まずゆっくりこのぐらいで。ダダダダダダッタンタン。ダダダダダダッタンタン。これで練習してください。はい。で、これがリフ1ですね、今のが。で、次に、リフ2っていうのがまた出てきます。ここはですね、またちょっと面白いんですよ。B メロですけどね、何か楽しいことがんところなんですけど、これはね、リフ2って書いてあるでしょ。8ビートなんですよ、ここは。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。何か楽しいことが起きるような自分とオーラー。まず、わかった？こんな感じです。ダッツタダッツタダッツタダンダンダッツタダッツタダッツタダンダンです。面白いでしょ。ダッツタダッツタダッツタダンダン。はい。8ビートです。ちょっと食い込む。これ面白いリフですね、これは。見てみましょうか。また同じです、コードは。はい。白丸が F。黒丸が Em7。四角が Dm で、三角が C ってことになります。はい。ちょっとこれよく見てメモりながらやってください。ダッツッタッダッツッタッダッツッタータ。この四角いボックスは伸ばすですからね。三角で伸ばしてます。ダーダー。はい。これがリフ2です。もう一回やってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。何か楽しいことが起きるような出頭が入ってダダダダダダ。この G7 のダダダダダダを書いてくださいね。これ決めです。はい。で、とうとうラストのリフになってきました。リフ3。これは最後のエンディングのあそこです。あそこは結構ね、ちょっとやってみましょう。まずお手本から。ワン、ツー、スリー、フォー、あ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 、
A シャープもこのかっこいいバージョンでは出てきます。ちょっと見てくださいね、ここですね、C A シャープ、簡単バージョンで F と C だったんだけど、うん、F F C A シャープってなります。これをダッツクツダンスダンツクツダンスダンツクツダンスダンダンという16ビートで、リフにしていきますということです。ちょっと長いよこれは。今度はこれは見てもらうと、ちょっとコードが増えますね。 A マイナーが四角い黒い四角、黒い三角形が D7、 白丸が F、 白い三角が C、 星が A シャープです。それで見るとダッツツツダーズダッツツツダーダッツツツダーズダーダーダッツツツダーダッツツツダーダッツツツダーダーダー、こういう感じですね。ここ伸ばすとこね、ダッツツツダーダッツダー、タツ、ダー、スター、タ、はい。なんとなくイメージをちょっと掴んでください。パターンですから。ゆっくりやってみますよ。リフ3。ワン、ツー、スリー、フォー。ダッ、ダー、ダッ、ダー、F、ダー、C、A シャープ、A マイナー。バー、D7、バー、F 行って、バー、C、A7、A マイナー。バー、ダッ、F 行って、ファル、C、Aマイナー、ダン、スクープ、ダン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 。これがリフ3です。わかります?リフ1、リフ2、リフ3。この辺、1個ずつ、脳トレとしてパーツごと練習していくのがいいと思いますけど。はい。やってみましょう。で、リズムは全体的には16ビートの、シンプルな16ビートの、まあ、チャで、ファンキーな、いい雰囲気出せるようにやってみようと思います。じゃあ行きますよ。星野源さんの3、改訂版バージョンのかっこいい版、やってみる。ワン、ツー。さんの3、ガズレレ流改訂版、さらにかっこよく、さらに脳トレ的要素炸裂で、どうですこの1番のこの間だけでも、この3つのリズムセクション、これをねやりながらこう歌うつなもが相当、なんて言うんでしょうか、面白いけ難しいですよ、難しいけど、なんかこう掴み取る何かがあると思います。これリズムの面白さと、やっぱ言葉もそれで歌うわけですから、さらにね、あー皆さんも楽しんでやってください。これはですね、しんどくなっちゃダメですからね、パートごとに分けてちょっとゲーム感覚でやるのをおすすめします。はい、まあ素晴らしい曲で、しかもこのグルーヴも出したいわけですけど、こうなんかやっぱねファンキーなんですよね。その辺がちょっとやっぱり奥が相当深いと思うんですけど、まあちょっとこうやってみてください。ありがとうございます。音楽をやるの楽しいね。はい。楽しい人どんどん教えてあげてください。周りの方にね。よろしくお願いします。はい。ガズレレいろんなことやってます。イベントやってます。これグッズの販売もしてるし、本もいろいろ出してるんですけど、これからちょっとご案内、させていただきます。お時間ある方はご覧になってください。3月の30日、四日市、
3月31日浜松行きますよ。待ってます。イベントでも会いましょう。それでは今日はこれで終わりです。さようなら。じゃあご案内どうぞ。ガズレレホームページご覧になってください。ガズレレホームページ、はい、ガズレレホームページを見ていただくといろんな最新情報が載ってて、しかもリニューアル、今ねまだベータ版なんですけど、今いろんなこと改造しながらまだ、これから完成に向けて進んでいっている。 URL ここに貼っておきますね。ホームページ要チェック、検索機能だ、はい、だいぶいい感じになってきました、はい、あとイベント情報ですよ。3月は30日三重県四日市市ガズレレ行きます。今回はちょっと趣向を変えて、かなりディープな弾き方、8ビートとか16ビート、これね特化したマニアックなことをやろうかなと思います。まあ、もちろん簡単曲をみんなでバンバン歌うとか、リクエストとかどんな質問にも答えますよ、はい、3月31日はこの浜松です、はい、こっちも同じように深めて深めていろんなこと、みんなの知りたいこと、どうなってんだろうこの手の動きは、もう何でも聞いてください。質問用意しておいてくださいね。3月30日と3月31日は、ガズレレイベント三重と静岡県浜松市で開催。来てね、お一人様も大歓迎です。でいろんな本出してます、ガズレレではです。でね、このなんと最新情報としてはこの簡単ウクレレ、これリットミュージック社様から出てるんですけど、このリットミュージックからなんと今年の5月30日にガズレレ、あ、ウクレレソングブック100曲入りが出ます。こんな感じの書き方で、こういう感じの楽譜でもうブワーッと100曲洋楽も入りますから、アマゾンで予約開始されました。はい、ちょっとそのことについてここリンク貼っておきますので、これもねお楽しみにしてくださいね。よろしくお願いします。はい、あとはいろんな本出してます。はい、こっちドーン。まずはこれ、主婦の友社から出ているガズのいいこと言ってる本、これも必見ですよ。私がどんなことを考えて音楽に向かってるか、楽しい人生のマニアになってるかってことが分かります。はい、こっち今も紹介したこれだ、これこの本ね、この本もいいですよ。はい、これもね。はい、でこっちはガズレレ歌本シリーズもボリューム5です。はい、どんどんこれからもいろんなこと、楽しいことやっていきます。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴーサイト、これ CD なんです。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、 これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっといてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。はい、リアルイベントで参りましょうね。今回はこれで終わろうと思います。皆さん楽しく音楽やってる人は楽しくなるから、誰かに教えてあげてください。それではガズレレ、さようなら、またね、チャオ。